横浜太陽ホエールズでは、1990年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。1990年の横浜太陽ホエールズは、須藤豊監督の1年目のシーズンである。前年5年ぶりに最下位に転落し、優勝の巨人に5勝21敗と大きく負け越した、チームは中部圭次郎オーナーが3個の礼をもって、新監督に巨人の2軍監督だった。 須藤豊を招平。小畑自然監督が広島 OB で首脳陣を固めて失敗した経緯から須藤新監督はヘッドコーチに江尻良、投手コーチに小谷正勝、守備総類コーチに米田圭三郎といった太陽 OB を配置。また、打球団 OB の大杉勝夫打撃コーチに須藤監督と同じコーチ県出身の高橋義正を 投手コーチに迎えるなど首脳陣を一新してシーズンに臨んだ。チームは開幕から5月初めまで前年優勝の巨人と首位を争ったが6月以降は大きくゲーム差を広げられると最後は巨人から24ゲーム差の3位で終了。それでも最下位に終わった前年から勝ち星を大きく増やし借金返済はならなかったものの1983年。 以来7年ぶりの A クラス入りを果たした。投手陣では、斉藤明夫や新浦俊夫といったベテランの奮闘に、加え、3年目の野村広樹が11勝を挙げて、巨人キラーとして、頭角を表し、この年から、先発転向の中山博明が、開幕投手を務めるなど、それなりの成績を収め、かつてのエース、遠藤和彦が抑えて復活するなど明るい話題も、あった。 ドラフト1ルーキーの佐々木和弘は最初起用法が先発、中継ぎと安定しなかったが5月以降リリーフで起用されるとまずまずの成績を残し須藤監督の期待に応えた打撃陣では前年打率2位のジムパチョレックが高木豊とのチーム内での争いを制止3年目で念願の首位打者を獲得し最多安打に輝いたありがとうございます